ナイトルーティーンというか、ナイトルーティーンじゃないんですけど、まあその夜寝る前、お風呂入ってから寝るまでの動画を撮っていきたいと思います。今プール上がりなので髪がギシギシなんで、とりあえず髪を洗うところから始めたいんですけど、使ってるシャンプーを紹介します。ボラプレックスの4番と5番シャンプーとトリートメントこれを使ってますね。とりあえずお風呂入るか。じゃあボラプレックス行ってきます。はい、お風呂上がりました。上がったらまずイプサ、もう太陽ガンガンに浴びてるんでいっぱい何回もやりまし、イプサは本当はなんかコットン使った方が嬉しい。トロッとするよりかは水っぽいから、本当はコットン使ってイプサの化粧水使うを推奨してるらしいんですけど、沖縄まで持ってくるのは大変なんで、で化粧水塗ったらパックします。これいつも家では鹿のパックを使ってるんですけど、やっぱ沖縄は太陽浴びまくるから鎮静よりも水分と思って、水分の方のパックですね。パック作りすぎてマジブスだよな。そんでもってやることはたくさん、まずはオラプレックスのクリームのトリートメントとオイル7番と6番、これをまず数プッシュぐらいして、でオイルを垂らす、何個かね、何滴かかで混ぜて毛先で上にも塗ってきます。そんでもってちょっと沖縄で太陽を浴びまくってるんで、メラノ CC 化粧水ね、これを全身に塗ってあげます。プール入ったり海入ったり結構いろいろ入ってるから、太陽もね浴びるとシミができてくるし、で塗ったくったら髪を乾かしていきます。ちょっと髪乾くまで時飛ばします。チャオシュー上村、これめっちゃいい。オイル嫌いだったんだけど、今までオイルの化粧落とし、オイルの化粧落としなのにめっちゃいい、一番好きで。洗顔はこれ酵素洗顔パウダーで、パック終わったらまずはレチノール、シカ、やっぱ鹿を絶大的に信じてますね、肌が荒れる時は。で太陽好きなんだけど、太陽浴びると肌荒れるんだよね、なんでこのシカを塗ります。レチノールは朝に塗っちゃいけない、夜に塗ります。でもね見てめっちゃ明るいの。でも夕方なんで、もう時間は、今日もご飯食べにあと行くんだけど、すっぴんで行こうと思って、かなり顔に塗ったくりますよ。これずっと使ってるエスティローダー、夜に使う美容液、そんなに塗って栄養過多にならないのってぐらい塗ってるかも、なってるかも。なんかさ、いいやつって重ねて塗ってきたくなるじゃん、相性とか悪いとかあんのかな、詳しい人いたら教えてください。ちなみにこの T シャツジョーダン可愛いでしょ。で今塗って、これ大鉢25ビタミン、これをビタミンになります。ビタミン大事。でもこの大鉢さ、めっちゃちっちゃいわけよ、めっちゃちっちゃいのにさ1万くらいつくの、買おうと思って、本当に効くのか分かんないけど、いいのか分かんないけど使ってる。もうなんならもうすぐ29歳になってしまうからさ、ケアしとかなきゃ。そしてこれもエスティローダー、これは目元用のクリームですね、アイクリーム、これも年齢ですね、ここら辺にシワとかができやすくなるから塗ってますね。あとはほうれい線にも塗る、ここふっくらしてほしいから、女の子って大変だよね。でクリームは朝と一緒です、アンブリオス。大体さ、化粧水から美容液、美容液からクリームまでの時間って何分開ける、何分とかどんぐらい開ければいいんだろう、詳しい人いたら教えてください。でも多分私 YouTube 男の人しか見ないから、みんな知らないし、なんならこの動画多分回らないと思う。だってみんな興味ないでしょ、何使ってるとかさ、それ分かってる。でも女の子の登録者増やしたい、だからあげる。女の子見て、顔のケアはこれでおしまいです。次、体でーす。ネクスト。で、お風呂上がったら、ボディクリーム。ミスディオール。これ大好き。この匂いめっちゃ好き。これをこれでマッサージしてきまーす。
マッサージしてる間暇なんで、あの4月29のライン・ランドマークについて話しますが、まずダブルメインか、平本選手と斉藤選手、牛久選手と朝倉未来選手、これはもう楽しみ。どっちが勝つんだろう。予想では、あんまり予想したくなかったんだよね、今までってか最近。なんかこうアンバサダーって公平だから予想しない方がいいのかなとか思ったんだけど、でもどっちが勝つと思いますかとかよくすっごい聞かれるの、インスタグラムとかでも本当めっちゃ聞かれて、なんでこの際だからちょっと予想してみよう。私の予想はダブルメインは斉藤選手と平本選手は平本選手が勝つと思いますね。まあその実力的総合的な力で言うと、まあ、経歴もそうそう、キャリアも含め、そういうのも含めると、まあ、斉藤選手が勝つっていうのが順当だし普通のことだと思うんだけど、でもやっぱり今の勢いがすごい平本選手の。あとは平本選手ドミネーター選手と戦った時もそうだったんだけど、自分の戦い方があってその戦い方をするっていう、相手に合わせない。だから斉藤選手が平本選手に合わせる形になりそうで、斉藤選手が平本選手に合わせちゃったら平本選手が勝つと思う。喋りながらマッサージしたら息切れること判明した。ほんで次に、牛久選手と朝倉未来選手の試合はこっちの方が難しいかも。予想なんだろうな、未来選手の試合久しぶりだしな。牛久選手ってさ、その実際ライジンに来たばっかなのよ、言ってしまえば。朝倉未来選手はもう何年も見てるけど、言ってしまえばこうライジンに来たばっかじゃん、まだ。だからなんかどれぐらいのあれなのかが分かんないんだけど、斉藤選手と戦って、まあ、朝倉未来選手も斉藤選手と戦ってるし、それ見た感じ牛久選手と朝倉未来選手、こっちの方がむず、予想できない。でも未来選手ってなんかすごい賢いから負ける試合しないと思うんだよね。なんかこう自分で計算して負けるだろうなこれはっていう試合あんましないと思う。それをするとしたらよっぽど得がなきゃしないと思うんだよね。だからなんか牛久選手のそれを未来選手が何か見つけてんのか、こうなんか勝てる何かをと思っております。マッサージ終わります。そしたらストレッチします。なんだろう、未来選手と牛久選手わかんないな、これみんなどう予想してんだろう。むしろまで、ライジン42のバンタムのダブルメイン、未来選手とアーチュレット選手はアーチュレット選手かな。で、朝倉海選手と元谷選手は、海選手久しぶりの試合で、まあ、怪我からの復帰戦、しかも結構大事な一戦で、元谷選手は結構今ノリに乗ってるよね、すごいいい感じの調子で。まあでも海選手って大事な時落としちゃうイメージ、仲良しだし、そんなこと言いたくないんだけど本当に大事な時落としちゃうイメージ。だからなんかこの大事な時か、まあ、ここ行けたとしても次の海選手どうするんだろう、大丈夫かなって、なんか呪いがかかってるよね、海選手も自分で言ってたけど。だから海選手がどう変わったかがわからない。で、元谷選手のりのり、海選手のパンチってすごいからな、海選手が勝つかな。仲良しとかだからじゃなくてね、どこで全部外れたら。まあこんな感じでストレッチしました。で、もうお布団入っていつもは寝るんですけど、今日はこれからみんなでご飯食べに行くんで、まあ薄っぴのも行くよね。寝る前にすることは大体こんな感じです。女の子の視聴者が増えますように。そして4月29日と5月6日ライジンランドマークとライジン42があります。ぜひ、めっちゃ面白いので、絶対に、もう見てないけどわかる、これ未来から来たわかる、絶対に面白いんで見てください。よろしくお願いします。それでは動画最後まで見てくれた方ありがとうございました。なんか手にゴミついてるわ。バイバーイ。顔ピカピカテカテカ。